なんだって？いくら考えても生きる意味の答えがわからないっていう気持ちに襲われるの？だったらもう生きる意味を考えなくていいよ。あなたはこれまで十分すぎるほど考えて不遇な環境を乗り越えてきたはずなのよ。だからもう楽しく安らいで生きなさい。それ以上へこむことがないように意識して暮らしていくのよ。なるべく快適に笑って楽しく、もうできる範囲でいいから思うがままに自由に生きる、それを目指してほしい。これからはね、心地いいとか気持ちいいとか未知の旅楽しいとか、そういうのを生きる意味としなさい。もうね、生きる意味を考え続けることで生きる意味を見失わないでほしいのよ。意味じゃないよ、意味はもういいの。大事なことは生きる術よ。意味じゃない術。笑いとかね、団らんとか知性とか品格とか、そういうのも目指していこう。あとは能動的、躍動的に生きて、それに伴う痛みも込み込みで豊かで面白みのある毎日をなるべく手にしていこう。もちろん今はそれが絶望的かもしれない。だとしたらバカみたいに生きよう。そもそもね、生きること、世界そのものがね、良くも悪くも大いなる壮大なバカだと私は思うわ。だからバカみたいに汗をかいて、バカみたいに泣いて、バカみたいに生きていくのよ。わかった？